ここは今までと雰囲気が違う。そうだな。どうやらここが終点らしいな。やっと着いたのかよ、タリー。よーし、さっさとやること済ませて全員揃って戻ろうぜ。とにかくまずは周囲の様子を調べてみよう。みんな、くれぐれも油断はするなよ。うん、わかった。もう少しだ。もう少しで全ての決着が。眩しすぎる。これじゃ目を開けてられないぞ。なんだ一体。お、収まったのか。あれは。みんな大丈夫か。ああ、なんとかな。危なかった。だけど今なら大丈夫。あれぐらい今更どうってことねっての。どうやら戦うしかなさそうだな。らしいな。さっさと蹴りつけるとすっか。よし、やってやる。これで全てを終わりにしてやる。僕の持つ力全てを出し切ってみせる。力合わせりゃなんとかなんだろう。けど油断はすんなよ。ああ、私たちはもうただ旅を共にしただけの間柄ではない。一緒に戦う仲間だから。みんな準備はいいか。任しとけっつーの。よし、やるぞ。終わったのか。なんだけやったんだ。そう願いたいもんだな。よし、終わったぞ。ダメ、まだ動いてる。何？おいおい、まだやる気かよ。あいにくだが、どうやら相手は無傷のよう。冗談じゃねえぞ。あれだけぶち込んでどうしてなんともねえんだよ。文句を言ってる場合じゃない。だったらもう一度やるまでだ。ちょっと待て、何か聞こえないか。聞こえる、誰かの声が。なんだ、薄気味悪い。誰だよ、誰の声なんだよ。おい、俺たちに話しかけてるのはお前なのか。待っているぞ。どういう意味だ今のは。何を待つの。これはどういうことなんだ、教えてくれ。待ってくれ、話はまだ。おい、ここは僕は夢を見ていたのか。夢にしてはやけに真に迫っていたような。僕と一緒に戦っていた彼ら、
ラは一体誰だったんだ。その世界には一つの伝説があった。今を遡ること、遥か昔、まばゆい光を放つ巨大なほうき星が空から落ち、大地を震わせたり。ほうき星は6つのかけらとなりて各地に飛散す。その時人々、光の使いの声を聞きたり。いずれ時が満ち、宿命によりて選ばれし者が現れし時、光の神殿は姿を見せん。かけらを手にし己に打ち勝った者だけが真の選ばれし者として神殿に足を踏み入れる資格を得ん。すべてのかけらが合わさった時、我は姿を現し願いを叶え、世界中の誰もが知りながら誰も本気にはしようとしない。それはただのおとぎ話のはずだった。あの日、世界の中心に忽然と光の神殿が出現するまでは、どこからともなく現れた荘厳な神殿の姿は世界の人々の心をざわつかせた。伝説は本当だったのか、時は満ちたのか、選ばれし者はどこにいる。神殿の出現は世界のありようにも大きな影響を与えることとなった。ある国の王は自らが選ばれし者であることを確信し、星のかけらを手にせんと他国に兵を進めた。別の王は神殿の出現した血を我が物にせんと戦いの狼煙を上げた。多くの者たちの思惑が複雑に交錯し、世界は今大きく揺れ動こうとしていた。